今ブーとブーの友達と一緒に沖縄市役所の周りにずっと回って回ってスケボーやってる。ブーと友達がGボードに乗って、自分がペニーのスケボー乗って、で何回も何回も遠回ってしてる。とっても楽しい。で子供たちがこういうように、なんかブーがGボードをクリスマスでもらって、だからまだちゃんとできてないんだけど、友達が結構ちょっと2年上結構上手に乗れるから、ブーがあれを見てそのレイヤーに揃って学ぼうとしてるわけで、最初はできないとか立ってから始まるとかが難しいだけど、どんどん時間過ごしてどんどん頑張って結構乗れるようになってる。今日でも差が見えるわけで、これは子供の頃にこういうように過ごすのが何よりもいいと思う。なぜかというと、学びたいことを見てから、じゃあ挑戦してみよう。でやっぱり頑張ってみれば、試してみれば、いろんな問題、どんなして立つとか、どんなして始まるとか、どんなしてバランス取る、どんなしてカーブ曲がるとか、いろんな問題にぶつかりながら、なんかその問題を考えてから試してみて解決を見つけたり、つまり挑戦の問題を解決探すの練習になってる。だからスケボーってできることとしてはそんなに役に立たない人生の中に、ちょっと交通方法だけどそんなに役に立たないかもしれないんだけど、スケボーで学ぶこと、つまりまた怪我する、つまりどんなして学ぶこと、どんなして問題を乗り越えることを学ぶのは何よりも大事。なんかそれさえできれば、あとは何でも学ぶことができる。やっほー。はい、今日も見てくださってありがとうございました。気をつけようね。